ように足をクロスさせながら道幅15センチのところを歩くことができます。はい、このように細い道でも落ちないようにしっかりと歩けるんですね。なお今ご覧いただいた動きはあらかじめ決められた動作なんですが、 HRP2 の頭には3台のカメラが搭載されていて、その画像により障害物の高さや距離を計算し行動することができるんです。顔の中央、そして両サイドの頬の部分にカメラが装備されています。では続きまして皆様には踊りをお楽しみいただきたいと思います。 HRP2 が踊るのは日本の伝統芸能でもある民謡です。曲名は会津磐梯山。 HRP2 よろしく。